新宿のオーガードです。です。今日は10月の31日ですね、いわゆる一つのハロウィーンってやつですね。この日ね、新宿から渋谷にかけてどうなってんのかっていうのをね、ちょろっと見てきました。新宿からね、明治通りに入って渋谷方面に進んでるんですけども、この辺はね、だいたい原宿ですね。もうちょっと行くと原宿の交差点があるところなんですけども、やっぱりね、都会は華やかでいいですね。この信号がね、表参道との交差点ですね。右側が明治神宮なんですけども、この辺新しいビルもできてすごいですね。この辺はね、特にハロウィーンだからといってどうってことはなかったんですけども、なんかこの辺は華やかでいいね。せっかくだからね、渋谷もどうなってるか見ていきましょう。渋谷の街がね、どうなってるか、まだ昼間だからね、どうってことないとは思うけどね。Drinking on the street 18 to 29 渋谷に路上でお酒を飲む文化はありませんだって。渋谷は平日の昼間でもね、結構人いるね。これがね、スクランブル交差点ですね。信号舐めてんなあいつらな。この渋谷の再開発もね、一体何年かかるのか。落ちちゃった。あれ、これどうなってんの。なんかバス停に入っちゃったみたいな気がした。違うんだ。
はね246だね。以上渋谷からでした。昼間はねハロウィンと言ってもまあどうってことなかったんですけども、実はこの日ね、まあ、夜渋谷に用事があってまた行ったんですね。まあ、ついでにねその様子も、あげたいと思います。また間もなく順序が変わりますが、横断した後歩道上で立ち止まることのないようご協力をお願いします。皆さん信号が変わりました。走ることなく順序をお進みください。この先の渋谷センター街は右側での一方通行で整理を行っています。警察官の整理誘導にご協力。というわけでね、街の中歩くのも大変だったんだけども、自分が見た限りではね、まあ、酔っ払って暴れてる人もなく、平和的に人が集まってるだけみたいな感じではありました。とはいえね、夜遅くなったらねどうなってるか分かんないけども。というわけで今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。